ラゴス。ラゴスは、ナイジェリアの南西端のベニン湾岸に位置する、同国最大の大都市、港湾都市で、ナイジェリアの旧首都、エジプトの首都、カイロと共に、アフリカでは、世界の有数のメガシティでモる。独立後の人口調査は2回だけだが、1972年と1991年、その人口の推計は1000万前後と思われ、 アフリカ最大級の大都会である。2016年の都市圏人口では1、283万人であり、世界第24位、アフリカではカイロに次ぐ第2位と推計されている。2014年、アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第74位の都市と、 評価されており、アフリカ大陸の都市では、カイロ、ヨハネスブルグ、ナイロビ、ケープタウンに次ぐ、第5位であった。世界でも最も拡大の勢いの強い都会の一つで、あり、アフリカで2位、全世界で7番目に急速に成長する、大都会である。人口1億を超えるナイジェリア全土から、多数の人たちがより良い雇用や、教育機を求め集まってくる。人口増加率。 人口密度、そして失業率と犯罪の多さでもナイジェリア最大。ラゴスは本土側と関湖を取り囲むいくつかの島からなった近代的な都市である。ラゴスとはポルトガル語でラグーンの意味である。もともとはラゴスラグーンに浮かぶ島にあったエコという名の小さな村だったが、この関湖が大西洋に面した数少ない良好の一つであったことからヨーロッパ人、 主に、ポルトガル人との黒人奴隷貿易などの取引の場となった。このベニンは日体を指して、奴隷海岸と称したこともある。ラグーの連なりがラゴスから、西のバダグリと、東の群衆に伸びている。また、名前は、ポルトガル南部にあり2000年の港町の歴史を誇る、同盟のラゴスに由来するという説もある。ラゴスは1976年、 実質的には1991年にアブジャに首都が移るまでナイジェリアの首都だったが、今でも経済的、文化的な中心都市である。また西アフリカを代表する大都市であり、英語が通じ教育水準の高い人材も多いため、多くの多国籍企業がナイジェリアを含む西アフリカの広い範囲をカバーする活動拠点をラゴスに置いている。市内の中心部には、 多くの高層ビルが立ち並び、高速道路やバイパス道路等も整備されており、一見近代的な大都市といった様相を呈しているが、それらと同じようにして、大規模なスラム街が雑然となっている。また、ラゴスは、世界最悪の交通渋滞都市としても有名である。2013年、安定性、医療、文化、環境、教育、 インフラなどの項目を数値化した住みやすい都市ランキングでは全140都市中ワースと四位。ラゴスは元来、エコ、エコ、キャッサバ畑の意味という名だった。村はベニー王国から来た王族、アドによって建てられた。彼はバロ、アキンセモイン、エレルクティの3人を生んだ。エコは王宮の建てられた場所だった。 エコの南の部分に入植していた元からいた人々は、イサレエコ、エコの底と呼ばれていた。エレルクティは、王オログンクテレオウミ、その弟諸君は、王宮の裏に、オニレグバレ、地主がお前の土地を一掃するという名の属長の、邸宅を与えられた。王朝は、こうして始まり、王の弟は独自の属長化を、王宮の裏で始めた。今日のラゴスは世紀に、 ポルトガル人によって建設され、1851年まで奴隷貿易の一大中心地となった。1807年、イギリスが奴隷制の禁止を掲げて、西アフリカ沿岸の奴隷貿易港湾を襲い、ラゴスもその手に落ち、1861年公式にイギリス植民地として併合された。今日のナイジェリアの残る部分は1886年に征服され、 ヨルバ人やイボ人の地域を中心とする、ニジェール沿岸保護領とハウ人を中心とする北部、ナイジェリア保護領、そして直轄の植民地であった、ラゴスの三つの領が成立した。ラゴスは、領保護領の外交として発展し、1898年には、内陸部トラゴスを結ぶ鉄道も建設を開始、1901年から一部運行を開始した。この鉄道は1912年には、 北部ナイジェリア保護領の中心都市、カノまで全通し、ラゴスが貿易港として、より一層発展する基盤となった。1900年に、ニジェール沿岸保護領が改組されて、南部ナイジェリア保護領が成立するとその行政府も、ラゴスに置かれ、行政の中心としても発展を始めた。1906年には、南部ナイジェリア保護領とラゴス直轄植民地が併合され、 さらに南北ナイジェリアが1914年に一つの保護領として成立するとラゴスがその首都となった。ラゴスはナイジェリア独立後の1960年代からビアフラ戦争に先立つ1970年代前半にかけ石油生産を中心とした経済公共の結果、急速な発展を遂げ高層ビルが立ち並んだ。1976年。 対立し合う北部と南部の中間にあるアブジャにナイジェリアの首都が移転することになった。しかし、ほとんどの政府機関、特に国家の中枢はアブジャが十分に開発されていないとの理由でラゴスに残ることとなった。アブジャはアメリカ合衆国のワシントン DC やブラジルのブラジリアのような人工的な首都であり、元から街のある通常の首都とは異なり荒地の上に新たに建設されたため、 長い間外とは言えないような状態だったからである。1991年11月14日、国家の中枢とその他の政府機関がついに新しく出た首都に移り、行政機関とその関係者の大移動が起こった多くの情報源では、1991年をラゴスが首都で亡くなった年としているが、公式には1976年から首都ではなかった。この変化は、 ラゴスからいくらか権威と経済的な影響力をそぐことになった。しかし、ラゴスが今でも国内最大の都市で経済の中心であるという重要性に変わりはない。1980年代以降、クーデターが相次ぎ情勢は混乱し、政権は中央から地方まで腐敗したため、石油生産があるにもかかわらず、ナイジェリア経済は苦しくなった。 ラゴスの失業率も高まり、大企業に勤務し邸宅に住むエリートと、粗末なスラムに住む人々との格差は大きい。また、犯罪率やエイズ感染率も高く、ラゴスの治安は、アフリカ最悪級とされ、バックパやビジネスマンたちの間でも、悪名高い。現在は、経済再建の途にある状態であるが、拡大し続ける、大都市ラゴスの混雑や貧困を解決する余裕は、 しばらくなさそうである。ラゴスはナイジェリア南部の大部分と同じくサバナ気候に属している。ラゴスの雨季は2回あり、4月から7月の長く激しい雨季と9月から10月にかけてのやや弱い雨季がある。8月は短い寒気にあたり、11月から3月までは長い寒気となる。月間降水量は5月から7月にかけては400ミリメートルを超え、 8月から9月には 200mm に落ち、最も降水量の少ない12月には 25mm の降水量がなくなる。寒気の最盛期である12月から2月上旬にかけては、サハラ砂漠から乾燥したハルマッタンと呼ばれる風が吹きつけ、この風がラゴスに乾燥をもたらす。ラゴスの観測史上の最高気温は摂氏37.3度、 最低気温は摂十13.9度である。ラゴスには市長や独自の議会がない。もっともこれはアフリカの多くの都市に共通する特徴でもある。1960年の独立時にはラゴス担当省が置かれ、ラゴス市議会が市政を担当していたのだが、1967年にラゴス市議会は廃止され、周辺の西部州の一部とともに新設された。 ラゴス州の一部として再編された。それ以降ラゴスの行政を司るのはラゴス州政府となっている。1976年までラゴス州州とはラゴス島にあったが、その後北部郊外の池舎に移っている。ラゴス州はラゴス市の範囲を越えた広い地区を管轄するが、特にラゴス市の行政に力を入れている。州政府は道路、交通、電力、上下水道、 保健衛生、教育などを担当している。ラゴス島の古いコロニアル様式の建物には、ラゴス州最交際が拠点を置いている。ラゴスはナイジェリアを代表する港湾である。ナイジェリア港湾局が運営する、ラゴス港は、ラゴス港地区、アパパ港地区、ティンカン港地区の3つに分かれている。港には、貨物鉄道も乗り入れている。港湾は消費財、食料、 自動車、機械、部品などを輸入している。輸出しているのは木材やカカオナッツなどの農産品であるが、これら農林関係の商品は1970年代以降減少し、代わって原油の輸出量が増えており、特に1997年から2000年にかけて急増している。石油と石油製品はナイジェリアの GDP の20%と、 外貨獲得の95%を担っている。ラゴスはナイジェリアの小取引の中心でもある。また多くの国の銀行や金融機関が支店をラゴスに置いている。ナイジェリアの工業生産の50%以上はラゴスの本土側の郊外にある。特に池砂地区は工場が多い。機械、輸送機械、電気製品、化学製品、ビール、加工食品、 繊維などが生産されている。本土側が主要な住宅地区であり、地元のアフリカンポップミュージックの演奏などを中心とした観楽地区でもある。特にヤバとスルレレが有名である。またこれらの地区は、ナイジェリア国立競技場、大学の数々、北部へ向かう、鉄道駅もある。ラゴスの主要な観光地はすべてラゴス島側にある。モスク、キリスト教会、 独特の造形感覚で知られる、ナイジェリア諸民族の彫刻を、数多く収蔵するラゴス国立博物館、ナイジェリア国立劇場、戦争記念碑のある、タファワスクエア、超高層ビルのインディペンデンスハウス、1963年、建設、バログンマーケットなど多くの市場、ブラジリアンクォーターなどが、代表的な観光地である。ビーチリゾートもラゴス周辺に、 いくつかある。また、ラゴスは国際空港と国内空港の二つがある。ただし市内の治安はヨハネスブルグやナイロビと並ぶ悪さなので、特に夜間は十分注意すべきである。フェリーと高速道路が都市の各部分をつなぐ。しかし、市内交通は混雑して機能していない。無数のバス、タクシー、自家用車、トラック、そして歩行者が 幹線道路という道路を埋め尽くし、交差点やバスターミナルは末期的な症状を呈している。理由は、独立した島々からなる地形、爆発的な人口増加、これほどの人口を想定していなかった都市計画、ラゴスは人口300万人のケープタウン並みの交通整備しかなされていない、陥没しているなど、整備の悪い道と交通マナーの悪さなどである。 鉄道に関しては、1901年に運行を開始し、かつては南部のポートハーコートなど、各都市からの列車が発着する中央駅が機能していたが、2000年代以前にインフラが維持できず荒廃。過労うじて北部のカノ行きの列車が運行されていたが2003年頃から2012年12月までは、普通となっていた。また、ラゴス近郊の伊法からラゴス間では、 交通事情改善のためラッシュ時のみ旅客輸送を行っている。2006年からは中華人民共和国とイタリアの企業体により改め機を中心とした近代化計画が動き始めたが完成するのは数十年先のことである。空運に関しては市の北部の池舎にムルタラモハンマド国際空港があり、ナイジェリアの空運の中心となっている。 ムルタラモハンマド国際空港からは、ヨーロッパやアフリカ各地への便が発するほか、エアナイジェリアやアリクエアなど国内航空各社のハブ空港となっている。ランゴス港はナイジェリア最大の港であり、1990年代にはナイジェリア全国の貨物取扱量のうち75%がこの港で扱われた。21世紀に入っても、 ラゴス港はナイジェリアの大半の貨物を取り扱ってる。公用語は英語である。また、ラゴスはもともと伝統的なヨルバランド内に一致しているため、住民はヨルバ人が最も多く、ヨルバ語も広く話されている。ラゴスの公立学校はラゴス州政府によって運営されている。教育システムは他の多くの西アフリカ諸国経済。 共同体加盟国と同じように6から3から3から4世である。学校は、小学校、プライマリースクール、中学校、ジュニア、セカンダリースクール、JSS、高校、シニア、セカンダリースクール、SSS、及び大学の4段階に分かれている。ラゴスにおける近代教育の歴史は1861年の イギリス直轄了解以前にまで遡ることができる。八百五十九年には、ヨルバランド発のグラマースクールである、ラゴスグラマースクールが開校し、八百七十年代から八百八十年代にかけては、キリスト教書宗派によるグラマースクールが相次いで設立された。1九百九年には、ナイジェリア発の公立中等教育機関である、キングズスクールがラゴスに開校しが、 その後ナイジェリア全体においても、公立中等教育機関は1926年まで一行も開かれず、ミッションスクールがラゴスの教育の中心を占める状況が続いた。その後、徐々に公的教育は拡大していった。独立後の1962年にはが設立された。現在ラゴス大学は、ラゴス本独にメインキャンパスを置き、イバダン大学やヌスカ大学、ザリア大学、 イフェ大学、ベニン大学と並ぶナイジェリアで最も古い大学の一つとして高い評価を受けている。ラゴス大学は3万5千人以上の学生と4千人の職員を抱え13の学部を持っている。その他にも1984年に設立されたラゴス州立大学など多くの大学が存在している。ラゴスは音楽、ファッション、映画など アフリカ有数の大衆文化の中心地である。また、古代以来様々な文明のブロンズなどの彫刻は、独特の造形感覚で知られており、20世紀美術に与えた影響も大きい。音楽、舞踊、現代美術など、伝統文化、現代文化でも、アフリカの中心の一つである。ポップミュージックでは、ハイライフなど、アメリカや中南米の影響が強い音楽が盛んだが、 1970年代以降、アメリカの最新のブラックミュージックとナイジェリアの核部族の音楽などを融合さた非常に政治的メッセージの強いアフロビートやアフロファンクなど独自のポップスが広がった。フェラクティ、キングサニーやデラは世界に影響を与えたミュージシャンである。現在はこれらに加え、ヒップホップが流行しているほか、富士、ジュジュといった独自のポップスも盛んである。 ファッションでは男女ともゆったりとした衣服に帽子またはスカーフの伝統的な衣装が主流だがこれにもイスラムや西洋の衣服の影響が大きい特に女性の衣装の刺繍や染色プリントフなどの装飾性やカラフルさは印象的であり様々なデザインがラゴスで開発されている布を自力で大量生産するほどの強力な繊維産業は少なく布地は 近隣諸国やインド、中国からの輸入に頼る面が大きい。映画制作では、ラゴスはナイジェリアとハリウッドの合成語と呼ばれ、アフリカの映画制作中心地となっている。特にビデオテープやビデオ CD、DVD といった形態で、ナイジェリア映画は流通している。これらの映画は主に市内のフェスタクチックで撮影されている。ノリウッド映画は映画用のフィルムでなく、 デジタルカメラを使って安く簡単に作れるのが特徴であり、制作本数ではハリウッドを抜いてインドのムンバイ、ボリウッドと呼ばれ、インドの映画制作の中心地であるに次ぐ世界第2位の制作本数を誇る。他のアフリカ諸国で映画制作が衰退していく中、ラゴスの映画制作はなお拡大傾向にある。ラゴスで最も人気のあるスポーツはサッカーであり、 ブリッジボーイズ FC やファーストバンク FC などいくつかのプロサッカークラブが存在する。ブリッジボーイズ FC のようにナイジェリアプレミアリーグでの優勝経験のあるチームもあるが、しかしどのチームも近年は振るわず、ナイジェリアプレミアリーグ一部リーグに2012年在ラゴスのチームは1チームもおらず、2部リーグに数チームが所属している状態である。 郊外のスルレレクには5万5千人収容のラゴス国立競技場があり、かつてはサッカーナイジェリア代表チームスーパーイーグルスのホームグラウンドとして使用され、1999フィーファワールドユース選手権やアフリカネーションズカップ2戦など数々の国際試合を行われてきた。しかし首都がアボジャに移転するとともにスーパーイーグルスの 本拠も2003年開業のアブジャスタジアムへと移転し、老朽化したラゴス国立競技場では2004年を最後に試合がやれなくなり、現在は荒廃した状態となっている。これに代わるラゴスのメインスタジアムとして2007年に、ラゴス国立競技場の近くに24,325人収容のテスリムバログンスタジアムが開業し、ファーストバンク FC の本拠として使用され、2009年に、 ナイジェリアで開催された 2009FIFAU-17 ワールドカップのラゴス会場としても使用された。政府と経済、新聞、教育。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。